ボンボンチャンネル LDK、 この3文字を皆さんは耳にしたことがありますか？おそらく日本ドラマを見ているときに聞いたことがあるでしょう。しかしその意味を理解している人は多くないと思います。というわけで今日は皆さんがこれから LDK と聞いた瞬間に理解できるように説明していきます。ゆっくりしていってね。始める前にまず間取りという言葉を説明しよう。間取りとは部屋のレイアウトのこと。そしてその間取りを目的によって分けるために LDKR などのアルファベットを用いる。リビングルームはソファ、テレビなどを置く場所で、 D、ダイニングは食事をする場所だ。 K、キッチンは料理をする場所。 R、ルームは基本的に一人で過ごす場所。 R の間取り以外では原則的に省略され、アルファベットの前につく数字は LDK 以外の部屋の数を示している。つまり 3LDK は実際には 3RLDK ということで、3つの部屋、1つの一体化したリビングとダイニングとキッチンがある部屋ということだ。 1R はワンルームとも言われる物件のことで、キッチンがあり、ダイニングと寝室を隔てる壁がなく、全てがつながっている物件を指す。鍋など匂いの強い料理を作ると、ベッドや家具に匂いが染み付きやすいというデメリットがあるんだよな。 1K は一つの居室とキッチンスペースで構成される部屋だ。基本的には玄関と居室との間を区切る扉があり、キッチンが独立しているため 1K と表される。ではLD とはどのような物件なのか、皆さんお分かりになるだろうか。もちろんキッチンがない部屋というわけではありません。日本の物件は基本的にはキッチンが生活において必要不可欠なもの。すなわち LD とは台所と食事スペースが一体となっている物件のことを指す。 1DK とは一つの居室とダイニングキッチンで構成される部屋だ。1LDK は一つの居室と LDK、リビングダイニングキッチンで構成されるお部屋。1DK と 1LDK の違いは、食事スペースにテレビなどのリビング用品を置けるだけのスペースがあるかどうかになる。そのため、ほとんどの場合、1DK よりも 1LDK の方が大きくなる。一般的な学生の場合、日本では 1K、または 1R の部屋で十分だろう。経済的な余裕があれば 1DK のアパートを借りることもできる。そして日本は外食文化ではないので、家で食事を作ることが多い。そのためキッチンとダイニングがつながっていると、料理や後片付けをしながらテーブルで過ごす家族と会話ができる。仕切るものが何もない空間では、作り手と食べ手が同じ時間を共有でき、食事がより楽しい時間となる。そのため日本では特に LDK の家が好まれる。では実際に不動産チラシを見て確認していこう。この物件の間取りは何 LDK だろうか、皆さんも少し考えてみてください。では答えを言いましょう。和室が1部屋、洋室が2部屋、リビングとダイニングとキッチンが一体となった部屋があるので 3LDK だ。なかなか綺麗なマンションだな。ちなみに日本では1960年代から核家族化が進み、それぞれの個室がある 3LDK が好まれるようになったと言われている。では次の物件は何 LDK だろうか。子供部屋が1部屋、寝室が1部屋、LDK が1部屋の 2LDK だ。では最後にこの部屋はどうだろうか。左側は部屋とキッチンがつながっているため 1R だ。右側はドアによって部屋とキッチンが区切られているので 1K だ。面白い区別の仕方だな。というわけで今回は
LDK という単語を通して日本の間取りの見方について紹介していきました。この他にも物件情報だけに用いられるマニアックな単語があるので、機会があれば紹介できればいいなと思っています。ではこれで台湾大好きお兄さんの秋は去ります。バイバイ。いいね、チャンネル登録お願いします。